とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、デイリー3をクリアしていきます。場所が、まずここだね。薄暗いジャングル。そして、フロストフィヨルド。この2つ、やっていきたいと思います。ここ久しぶりするな。まあ、とりあえず、こっち側から、行きましょう。では行きましょう。ここの変更点が、プレイヤーの HP は 20% 増加。で、最後の叫びを持ってるんだね。で、モブが弱体化です。まあ、特に問題なくいけるよね。最近ここの、デイリーさんがよく出てきてくれるんだけども、報酬はね、なかなか渋いね。なかなか渋いです。ここって、締め具が出るから、ワンチャン締め具のね、262っていうのを狙ってるんだけど、出たことはない。出ればね、ほぼ採用なんだけどね。とりあえず、矢を増殖してスタートしようかな。よし、いた。脅威はね、もう3になったのよね。で、こっからは神秘。何が来る？クリーパー 35%。ああ、まあまあ、全然マシだね。全然余裕。もうむしろ、この前、大連でクリアできたからね。もう、怖いもんなしですよ。いけるいける。二つ目発見、なんだ？モブダメージ 30% 増加か。あ、問題ない。で、もうほぼ、最後の方だから、おそらく、最後の強襲イベントがあるところの、横の場所？あそこに最後のキャプテンがいるんじゃないかい？まあまあ、クリア直前なんで、そこで何が来ようか別に問題ないね。はい、そこまで行きましょう。余裕だね。いや、手前んとこにいましたね。最後なんだ。ナイトモードか。まあ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 、いいんじゃないですか？ナイトモードぐらいだったらば、大丈夫でしょう。あとはクリアするだけ。一度も死ぬことなく、取れてます。まあまあ、そうだろうね。そうだろうね。今回ね、うまいことを変更、ああ、死んでるやん死んでるやん最後が最後死んだ。変更がうまいこと敵がね、いなくって、よかったんだよね。変更がね、バーって来た時が、どうしてもやられちゃうんだけど、今回は、まあ、その分、運は良かった。それは運が良かったよ。もう少しで、終わりか。最後、でっかいの来てから、終わりだね。イエーし終わり。あ、いた。よし、じゃあ、報酬が楽しみだ。何が来るかな。頼むよ。全部旗取ってるんだから。262の締め具。もしくは、まあ、防具でもいいや。どうだ、お願いします。ここは防具だよね。おお、影、影は当たりだよ。次、お願い、262。骨骨かー、いやー、ちょっと残念です。はい。鍛冶屋なんか俺預けたっけ？あー、これか。まあいいや。とりあえず、次、フロストフィヨルド、いきます。あ、日付が変わっちゃったな。日付が変わった。で、炎の矢か。炎の矢になると、これデバフなんだよね。クリアしにくいし、孤立した城では、ちょっと出てこないと思うんだ。キャプテンが。なんで、あ、ここ3がある。サボテンか。ここに行きましょうか。防具は結構出る可能性あるし、締め具も出る可能性あるんで、ここ行こう。ここの変更点が、ペットが3、そしてモブダメージが 50% 増加の輝きを装備してるか。まあまあ、ダメージ受ければ相当なダメージにはなるんだろうけども、
まあまあまあ、出た瞬間にね、ボコボコやっていければいいか。ちょっとジオマンサーがいるっていうことは結構めんどくせえな。ジオマンサーいると、ちょっとやりにくいな。急な地雷が来るからね。それでやられたりしないように、注意していきましょう。うん。あとは変更だね。変更がなければもうほんと、余裕で。やばいね。一体もいない。これはいない感じじゃないの？もしかしてさ。いないんじゃない？あ、いや、まだあるな。なんか洞窟みたいなのがあればいい。いやー、ないわ。洞窟はないな。おそらく。これゼロか。もしかしてゼロかもしれん。やばい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 、もう、うわ、最後の最後にめちゃくちゃやばいやつが出てきた。マジか。あ、大丈夫、ここならいける。あー、変更ネクロマンサーずっとやばい。あ、いた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 。あー、嘘マジか。一発ボッコやられた。ちょっと待って、相当やばい。よし、オッケー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 。何？クリーパーに変わる。あ、オッケーオッケー。クリーパーに変わるのは全然大丈夫だよ。やばい、あと1回なんだ。あと1回死んじゃダメ。これはピンチになってきたぞ。で、脅威。で、もう終わりか、もしかして。あー、終わりだ。教習イベントで終わりですね。11か。まあ、報酬は出るからね。260が出てきてくれるのを願う。お願いします。お願いします。いいの来て。まずは、おー、締めぐの255。おー、まあまあ、悪くはないんじゃない？ケイブクローラー256か。そうか。はいはい。お、カメ。いらない。見てみましょうか。どこだ？あ、骨か。骨だったね。使えはしない。で、影の頃も、まあ、いらないかな。で、この前出た影が意外と使えそうなんだよね。これ。雷と火炎フォーカスがついて、アクロバットだね。うん。これはなかなか良さそうなんだよな。で、締め具。お、旋風ついてるね。旋風、輝き、衝撃波。全然いい。めちゃくちゃいいやつだ。いいね。うん。まあ、真ん中を虚無にして、6% 吸収で回復していくっていう手もある。うんうん。お、悪くない。22万ダメージが。普通のやつどんぐらいだ？ 22 万でしょ。で、今使ってるのが19万。あー。まあ、若干は増えるね。若干は増えるけど、そうか。255ぐらいだったら、今使ってる黄金の方が、強そうだね。まあまあでも、いいやつなんで、取っときましょう。で、ケイブクローラーは、ダメだね。ダメだな。まあまあ、お供え物にしましょう。もう300個、まただよ。また300個溜まっちゃった。ということで、次は、五大狩りで消費していきましょう。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。